Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Hey you, yeah your colors are changing, the world ain't half bad after all. はい、こんな感じで今日は、お皿紹介第1弾に続き、日常使いから晴れの日のお皿までをご紹介したいと思います。はい、じゃあまずアンティークのお皿からご紹介したいと思います。これは日本でも人気のクレイユエモントローという窯のオクトゴナルというお皿ですね。このお皿はプロのブロカントのバイヤーをしている友人から購入したものです。最初彼女のインスタグラムを見てすごい欲しいなと思って、これはどこで買えますかしらっていうのを聞いてみたところ、彼女が自分の持っているのを売ることができるよということで彼女から購入しました。でこれはすごいこうどこにもこう欠けとかもなくて非常にコンディションが良いのですが、なかなかこういうのはもう手に入らないということで、すごい大事に使っています。で1,2,3,6 枚あるので、これはお客様が来た時とか、まあ、あとは自分ですごいこうちょっと気分を上げてご飯を食べたいよっていうような時に使ったりしています。はい、それはこんな感じで、はい、でこれはアーセンウェアっていうところのお皿で、私がどこかの飲みの市で見つけたものですね。ちょっとどこだか忘れてしまいましたが、この全面的にこう柄があってかつグリーンなのがすごい綺麗だなと思って買いました。これはなんかこうカルパッチョとかそういう下の柄が映えるようなものを乗せるときによく使っています。ほい、はい、これはサルグミヌのフラワーリムっていうやつだと思うんですが、これはここがちょびっとだけチップしてしまっているので、ブロカントのバイヤーをしているお友達が2枚ほどもう売り物にならないからあげると言ってくれたんですが、こんな感じでサルグミヌの刻印が入ってますが、ちょっと違う、この黒いやつだけちょっと違う感じの刻印になってますね。多分年代が違う。でこっちはスープ皿、これはジアンのバイオンヌの柄、バスク地方のお皿の柄ですね。これすごい前から欲しくてずっと探していたんだけれども、飲みの市でパッと見つけて買いました。これはアメリ、映画アメリにも出てました。かわいい、この間初めて見たからねそうこの間アメリの映画を初めて見たからでもすごいかわいいのでとても気に入っています。でこれはディゴワンサルグミンヌのスープ皿、よいしょ、こんな感じですね。これお花の柄がすごい可愛いので、これもやっぱり飲みの市で1枚ペロッと売ってたのを買いました。これはなんでこのこれとこれで一緒に使ったりとか、あんまり柄が別でも気にせずスープ皿として使っています。はい、でこちらはロンウィーっていうところのお皿ですね。これはこちらのスープ皿と一緒にバンブの飲みの味で購入しました。これ1枚しかなかったんですが、こっちは2枚で、これはサルグミーヌですね。ちょっとクラシックな柄なんですが、なんかこう普通にシンプルなスープとかには使いやすいのでこれも使っています。でこちら、よいしょ、このお皿はクレイユエモントロのお皿ですね。これが多分我が家で一番頻度が高く使われているお皿だと思います。これはですね、私がまだロンドンに住んでいた時にバンブン飲みの市に行って、その日はすっごい雨だったから叩き売り状態で1枚1ユーロで購入しました。まあ、ここにちょっとチップがしているっていうのも多分あるけれども、おかげでですね、よいしょ、3枚購入したんですが、ものすごく愛用しています。こんな感じですね。でこれを私があまりにすごく使っているっていうこともあって、
先ほどのブロカントのバイヤーをしている友達がこのお皿を見つけたよということで結婚祝いにプレゼントしてくれました。こんな感じで、この柄が好きすぎてこれは前もご紹介しましたがこのちっちゃいお皿も持っているということですね。よいしょ、こんな感じですね。これはで、これはお皿ではありませんが同じくノミノイズで購入したカトラリー、シルバーのカトラリーですね。で、ここに LQ1 と書いてあります。なんだろう、意味はわからないけれど、このシルバーのスプーンとフォークは普段使いに使っています。はい、これはクリストフルのペルルというデザートフォークですね。このペルルっていうデザインは今もあるので値段交渉したけど安くはしてもらえなかったんですが、でもすごく可愛くて気に入っています。シルバーのカトラリーはなるべく見つけたら買うようにしていて、こちらはクリストフルのスプーンですね。これ1個だけだったので安く買いました。でこっちは、どこのかはちょっと分かりませんが同じくシルバーのスプーンで、ここにこうシグネチャーみたいのが入っているのとかも可愛いなと思って買いました。でこのものすごく小さなティースプーンみたいなのはまだ日本にいた時に京都のアンティークショップで買いました。モエ&サンと書いてあります。はい、でこれは大中小と 3種類大きさがありますが、みんなこのお花の柄になっていて、サルグミンヌのお皿ですね。で、この一番小さめのやつはメインのお皿にするとちょっと小さいので、まあダイエットにはいいかもしれませんが、そこまではちょっと使ってないのですが、よいしょ、このお皿はフライパンにかばせるのにちょうどいいみたいで、夫がよくお好み焼きを作るのに使ってますね。お世話になってます。お世話をしています。で、この大きいお皿は、まあでもこれもお好み焼きに使ってるよね。お世話になってます。で、これはでもあとはお客様がいらした時にも使ってますね。だから頻度的にはそこまでこのお皿の柄は出てませんが、まあ、でも可愛いよということで、はい。で、ノミノイズで買ったりとかアンティークのお皿はこんな感じですかね。はい、ではまずこちら、このグリーンの鉢は目黒の器屋さんで購入しました。麺類とか、まあ、お丼とかにするのにはこのぐらいの鉢がすごく便利なので日本に帰るといつも探しています。で、グリーンはちょっとどうかなと思ったけれど思いのほか使いやすくてとても気に入っています。はい、でこのお花のような可愛い小鉢は作家の山本良平さんの作品だったと思います。小鉢はやっぱりいくつあっても可愛いんですが、特にこのお花っぽいところが可愛くて気に入っています。で、前はもうちょっとあった気がするんだけれど今は3つになっています。で、これこのもう1個しかない小鉢は京都の器屋あかねさんで買ったもの。この模様がすごい可愛くて買った、多分2個買ったんだけどもう1個割れてしまいました。残念。はい、でこれはスープとかサラダを入れるのによく使っているちょっと変わった感じの鉢で、これは昔九州の唐津に出張にいた時にヨーヨー閣というお宿に作家さんの器を展示されているギャラリーがあるのでそちらで購入しました。これのちょっと難点はスタッキングがこうあんまりできないことなのですが、でもすごく使いやすくて便利なので日本から持って帰ってきたというわけですね。これはあともう一個あって計3つあります。で、これは自分で作ったお皿ですね。これは本当はこのぐらいの大きさにしたかったんだけれども焼いたら縮んでしまいました。まあ、でもお丼とかにするには少し小ぶりなのでちょうどいい感じ。色の出方としては赤とこのグレーの感じが綺麗に出たので気に入っています。で、この辺も同じく全部自分で作ったもので、これは手びねりで作った、まあ、調味料とかソースとかを入れるのに可愛いかなと思ってできたものですね。で、この辺は別にそんな風に意図はしてなかったんだけど、ちょうどスタッキングもできるような感じでうまくなって嬉しいなと思っている小鉢たちですね。よいしょ。
で、こんな感じのものとか、ブルーとグレーの感じのものとか。で、本当はこれは最初はご飯茶碗のつもりで作ったけれど、やっぱり縮んでしまって小鉢になってしまいました。これもまたご飯茶碗と思って作ったけど、やっぱり縮んでしまって小鉢になってしまって、やはりなかなか自分で作ると思い通りな大きさにはまだまだたどり着けない感じです。まあ、ただでも小鉢としてはすごく可愛い感じに揃ってきたのでよく使っています。はい。で、これは夫のおば様からいただいたビアカップですね。農作のものです。これもう一個あって、私、まあでも夫はあんまりビールは飲まないから、私が主にビールを飲むのに使っています。はい。で、これは汁碗ですね。ほぼ毎日お味噌汁などを入れるのに使っています。これは結婚祝いにいただいたものですね。すごくまあ小ぶりなんですが綺麗なのでとても気に入っています。で、これはちょっともうさっぱりどこで買ったのか忘れてしまいましたが、このサイズ感がすごい使いやすくて、日本にいた時に購入して便利なので持って帰ってきたもの。これはサラダにもいいし、スープとか入れたりするのにも使いやすいし、とても気に入っていたんですが、1個は夫に割られてしまいました。ごめんなさい。なのでもう2個しかありません。はい。で、この小鉢、これはこんな小鉢だしと思うんですが、パリのサンジョルジュという駅の近くにあった器のポップアップだったのかな、ちょっと記憶がよく分かりませんが、そちらで購入したもの。このサイズ感のものをフランスで見つけるのはなかなか難しいので、可愛いなと思って購入しました。ちっちゃいおかずを入れたりするのにもすごく便利です。はい。で、同じくこちらも、これは以前の動画でもご紹介しましたが、パリのセレクトショップで購入したお皿です。で、こんなダッチャっていう名前が後ろに書いてありますが、このハンドペイントの感じがすごい可愛いなと思って買ったんですが、サラダを入れるのにすごく便利で結構毎日のように使っています。はい、よいしょ。で、これもパリのセレクトショップのレフルールっていう前にもご紹介しているお店で購入しました。このカップは HK リビングっていうブランドで、すごいお手頃価格でいろんな色とかもあってすごい使いやすいので、うちではこれは本当にコーヒーカップとか普通にグラスとかで毎日のように使っています。これは計4個、いろんな色違いで持ってますね。で、これ、よいしょ。これは唐津のリュータガマで購入したものですね。こんな感じでなんかこう渋い柄になっているんですが、すごくメインのお肉料理とかそういうものを乗せるのにも素敵なので、これもやっぱり日本で使っていたものを持って帰ってきました。はい。で、同じくこれも日本から持って帰ってきたもので、これはこのこれちょっと柄も似ているんですが、この京都の器や茜で一緒に購入したもの。このなんか葉っぱとオリーブみたいな柄がすごい気に入っていて、で、これもやっぱりお肉料理とかを大きくドーンと盛りたい時によく使っています。はい、はい、これは京都に昔出張に行った時に漆塗り専門店の象彦というお店で購入しました。赤と黒の色の感じとか、表面仕上げになっているところとか、すごくモダンで、それまでは漆塗りに興味がなかったんですが、それからが全興味を持つようになったという器ですね。これはやっぱりその華やかな感じなので、お正月とか、そういう時、あとはお客様いらした時とかに使うようにしています。はい。で、これも同じく漆塗りの、これは実家からもらってきたものですね。こんな感じでいろいろと物をこう乗せても黒で映えるので、これも正月によく使っている感じですね。はい。はい。で、最後にこちらですね。これは夫の実家からおばあ様の形見分けでいただいたお皿。こんな感じでちょっと華やかなので、お正月に使いたいなと思っていただいたんですが、まだ使えていないので今年こそと思っています。
じゃあいただきます。いただきます。胡椒かけますか。あ、いただきます。うん、おいしい。どう、うん、もうちょっと塩入れる。あ、大丈夫です。あ、いらない、うん、私は優しい味合い、おいしい。いやでも今日すごかったね。何が。あの量、そう、あんなにうちの中にお皿があるとは知らなかったよ。そんないっぱいないよ。いや、あっただろう。前回でもすごいなって思ったけど、なんか改めて見るとすごい量だね。いや、友達はもっと持っているよ。うちの実家とか、うん、あんなないもん。いや、そうなの。うん、ない。うちの実家で記憶に残っているお皿といえば、うんうん、これつけて食べるとおいしいよ。おお、あ、なんかピーターラビットのお皿ぐらい。そ、子供の時だからじゃないの。そうなんだ。うちにそんなお皿なかったよ、多分。そんなこと言ってまた怒られるよ。そうね、ロールキャベツに引き続きね。あの時すごい怒られたもん。なんか言っときますけどね、うちはもともとはロールキャベツはトマト味だったのに、パパがトマト味は嫌だって言うから、だからコンソメにしたんです。もうトマトに戻しますって言ったら、ああ、知らないよ。また怒られるね。マジで。また怒られるよ。でも絶対違うお皿もいっぱいあるけど、割られると嫌だから出さないで、きっと。ああ、そうかもね。そうかもしれない。きっと。マヌコのお母さんもこんなにいっぱい買うの？好きなの？お皿。昔は結構あったような気もするけど、うん、今はだいぶ片付きでなくなった気がする。あ、昔はお父さんがお酒飲みでいっぱいおかずを食べたからあったけど。うちのお母さんそんな持ってたかな。全然そういう記憶がないわ。だから多分興味がないからでしょ。俺がね。うん。そう。だから気がつかないんだよ。興味がないことには気がつかないじゃん。料理を作るのはすごい好きだけどね。確かにいいお皿は出してくれなかったのかも。俺らには。うん、出さなかったら意味なくないでも。自分たちだけ使ってんじゃない？いいでも。まあ、そうかも。でもちっちゃい子供とかだったらそうかもね。確かに。嫌、うん、だもんね。うん。割られたら嫌じゃん。